俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、ちょっと今回ですね、まあ本日ですね、発表される要素があるっていうのを、まあ昨日の動画で話したと思います。まあそこで判明した部分だったりとか、またあとですね、今日のまあデータ更新で新しく実装されているイベントについて、まあまとめていこうかなと。はい、まあこちらの方ですね、まとめていこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。で、まあ、早速やっていくのは、まあ、本日発表された要素について話していこうかなと。はい、いうふうに思います。はい、というわけで見ていきましょう。まあ、コア行動ですね。まあ、東京グールコラボということで言ってきましたね。はい。まあ、僕去年からですね、東京グールの、イカシャめっちゃ作っとったんですけれど、やっぱりですね、結構好きな人多いですもんね、東京グール。うん、結構その、まあ、若い人、まあ、その、例えば10代男性ですね。10代の男性が、まあ、結構コア行動多いんですけれど、反応していたのは、まあ、10代の男性が多いとともに、結構女性も多かったですね。東京グールに反応される方、いたしの方ですね。まあ、ですので、まあ、そういう意味でもかなり公約行動とは信用性が高いのかなと、はい、いうふうに思うですね、今回のコラボですね。はい。まあ、昨日僕いろいろ考察しましたけれど、新しい重機スキンが実装されるっていうのは、まあ、当たってますし、で、その、マップが東京だったじゃないですか、絵の方ですね。そういう意味でも、僕の考察は、まあ、ある意味当たってたんだなっていうふうに、今回思いました。まあ、アニメ調の鎖だったっていうのも、まあ、昨日話したと思いますけれど、まあ、事実こうやってね、アニメとのコラボっていう感じになってますんで、まあ、カラクもね、考察を当てているっていう、そんな感じですね。まあ、さすがに作品の方まで当てるのは無理ですからね。まあなんですけれど、まあいろいろそうやってね、被ってる部分があるのは嬉しいですね。いたしもね、僕が作ったから、こういう行動運営が気づいたっていうのは絶対あると思いますよ。はい。まあそれは自意識過剰なんで、まあ置いといてですね。まあそういう風な感じで、東京グールコラボっていうのがですね、今度まあ新しく行われると、はい、いう風になっているわけですね。で、詳しくまあいろんなところを見ていきましょう。コラボ開催時期が、30日の10時から14日までですね。まあ今月あった、コラボレーションですね。永遠の消防隊のコラボレーションと同じような形になっていますね。はい。で、コラボ PV が公開中と、はい、30日から公開ですね。コラボが始まってからの公開となるようです。まあ結構まあこうやってね、出すということは、まあ結構気合の入った PV なんだろうなと、金木くんも横に映ってますし、まあ、気合の入った PV が来るのかなと、はい、いった感じですね。楽しみですね。はい。で、東京グールアリーナというわけで、新しいレジャーの方も告知されてます。まあ、迷宮行動みたいな感じで、新しく出ていたレジャーがあったじゃないですか。まあ、あれが、東京グールのレジャーだったといった感じみたいですね。まあ、なんで赤い目が光ったですね、生物がやってくるみたいな風になってましたけれど、まあ、あれは東京グールに出てくる人物たちっていうですね、モンスターとか人物たちが、まあ、目が赤いじゃないですか。まあ、ですので、そういった感じで表現されていたとね。レッドアイズブラックドラゴンではなく、東京グールだったっていう感じですね。内容が荒野の監獄をさまようグールたちは、監獄の出口を探しながら迷い込んだ人々を襲っている。グールたちを倒して脱出を阻止し、生きて脱出するのがあなたの任務だ。監獄でさまようグールたちを倒しに行こうと。はい。迷宮に入る前に、まず迷宮の地図をご覧ください。グール鎮圧がもっと効率的にできるかもと。あー、地図変わるみたいな。毎回その、やるたびに地図が変わるマップみたいな。面白そうですね。なんかダンジョンみたいなですね。不思議なダンジョンシリーズみたいでいいかもしれないです。で、ルールがスクワットで入ってやっていくみたいな。で、グール倒したり、宝箱を開けたりすると、アイテムや補給物資などが、あ、ゲーム内の勲章とかこれ手に入りそうですね。ということは無料でガチャが回せるレジャーみたいな。いいですね。そういうレジャーってなんか探索系のレジャーとか、マップ上でいろいろ拾って、まあ、その倉庫に反映されるものって今まで要素として少なかったんで、まあ、お年玉ぐらいじゃないですかね。うん。まあ、なんでそういう部分でも嬉しいかなと、はい、いうふうに思います。で、制限時間内に攻撃してくるグールを全て倒すと最終ボスに挑むことができると。これ最終ボス倒したら、なんか、ミッションクリア扱いになって、ここでも勲章もらえるみたいな、そういうリサバラができそうな要素ありますね。無料ガチャ。はい。で、荒野の地下の監獄、人間とグールとの熾烈な戦い。あなたはこの監獄から無事に脱出できるのか。荒野行動東京グール限定レジャー。東京グールアリーナはあなたの挑戦を待っている。準備はできているか。まあ、こういう風に考えると、結構前から荒野行動運営はレジャーの方の告知されていて、なおかつですね、かなり前から東京グールの、まあ、準備とか、まあ、そういう匂わせっていうのをずっとしていたということで、まあ、延々の消防隊と比べたら、めちゃくちゃですね。やっぱり力が入ってますね。正直なところ。うん。まあ、中国でも東京グール好きな方、かなり多いですし、まあ、そういう意味でも力を入れてると思います。今回のは案件コラボではなく、荒野行動側からお願いしたコラボみたいな、そういう面がかなり強いかなと、はい、いうふうに思われますね。こういう時はね、マジでめちゃくちゃ力入ってますから、まあ、ガチャとかもですね、内容良かったりするんですよね。銀玉コラボとか、まあ、そこら辺も内容良かったじゃないですか。あれとかも案件コラボじゃなかったんで、かなり内容が良かったといった感じになってますね。
まあ、ガチャの方楽しみですね。はい。他の情報。その1、モブグールとは、モブグール笑うね。モブグール笑うな。今回のコラボで登場するグールたちです。彼らは東京グールのアニメに基づいたオリジナルデザインの4種類の、あ、なるほど、出ているっていう。あ、なるほどね。おもろいっすね。モブおるっすもんね、なんか。うん、いろいろ仮面被ったですね。その2、新マップ。今回のコラボ限定の遊び方は、実装されたばかりの新マップが舞台となっています。新マップの詳細は、じゃあ、まあ、新マップ追加しますよっていう話してましたけれど、まあ、迷宮行動。まあ、迷宮のやつは、レジャー限定のマップではなくて、ちゃんとした新マップとして実装するんですね。そういう認識でいいんかな、これ。まあ、でも書いてることはそういうことっすよね。まあ、新マップということで、まあ、新しく無料ガチャ要素。こちらも来そうっすよね。嵐の半島実装された当初もいろいろミッションの方ありましたし、まあ、こちらの新マップもですね、まあ、実装されたら、だとそういうね、ミスマル要素ってのはありそうかなと。はい、いうふうに思います。で、ゲーム情報というわけで、まあ、新規スキンが出ていると、ね、新しいカードスキン。まあ、これ金枠でしょうね。カードスキンね、2代目出ましたね。なかなか出ないんで、まあ、1代のあの、リミットで終わらせるんかな、みたいな風に思ってましたけれど、ようやく出ましたね。いいですね。色合いも良くて、いい感じだと思います。で、あと、まあ、セランスキン。新しいセランスキンと、これ後ろで、これテーマですよね、後ろ。後ろのやつ絶対テーマですよね。うん。テーマがあるのいいですね。この、確か、あれっすよね、マップ。マップというか、テーマというか、これって、あ、枯れ木くんがあの、拷問を受けた部屋でしょ、確か。ね、あの、おじさんにですね、うん。あ、おじさん、パパ活おじさんに、パパ活されてからですね。うん、それでから、まあ、拷問を受けたところっすよね。はい。で、あと、重機スキンが新規で来るといった感じです。これ、どっちかな？スカーディーですかね、これ。うん。M4、あ、でも、後で出るやつ、あ、これが M4 ですもんね、多分。これが M4 になると思うんで、これ多分スカーなのかな。フォルム的にスカーですよね。持ち手とか、またあと銃口のところとか、スカー感があります。金幕かなと思います。キルカウンターついてるんで、金幕っす。で、あと、暁が出ていると。はい。まあ、暁なのみたいな。うん。どうせ俺んち枠で、いらっしゃ感出すんだったら、俺、ハンターライトの方が良かったと思うんですけどね。ハンターライトの方が、まあ、黒塗りですし、まあ、グールのなんか、作品に合ってる感じがあると思ったんですけれど、まあまあまあ、といった感じです。で、先ほど出しました、こちらですね。まあ、おそらく M4 かな。M4 じゃないですかね。まあ、27かもしれないですけどね。27の金幕最近出てないですからね。うん。まあ、どちらもいいでしょう。かっこいいから。で、こちらも金幕かなと。うん。ヒルカウンターついてますからね。はい。で、プラス、お公式のやつですね。お公式のスキンが出ているといった感じです。これ武器なんか名前ありましたよね。はい。何やったっけ？グールのあの、操作官が使うやつですよ。あ、クイーン家だ、クイーン家。うん。今、ググった。うん。クイーン家の形のね、お公式出てますね。これ、オーラーついてますけれど、ヒルカウンターはないんで、オレンジ役かなと思います。同じくこちらも、まあ、クイーン家型のですね、SR の重機スキン。まあ、おそらくこれも、まあ、キルカウンターはないんで、オレンジオフかなと、まあ、いうふうに思いますね。これどっちかな？ CS か AW か。でもカートリッジとか持ち手の部分とか見ると AW ですよね。CS だったらもうちょっとね、持ち手の部分が、まあちょっとこれ、すごいね、微妙なニュアンスかもしれませんけれど、鋭利なんですよ、持ち手が。なんですけれど、これ結構持ち手がね、柔らかい感じに、子供にも優しいみたいな、そんな感じの持ち手になってますんで、おそらく AWM の新規重機スキンかなと思われますね。はい。そんな感じで、まあアイテムスキンの方も、まあ公開されたと。いった感じです。楽しみですね。6月30日10時から、どういう風にやってくるのかと、いった具合ですね。はい。30日は僕はね、もう、早寝早起きせんといけんですね。はい。火曜日30日、楽しみです。はい。はい、プラスですね。まあ、見ていきますのが、イベントの方ですね。まあ、こちらの、まあ、ラビリンス行動っていう、このなんか、新しいイベントが出てますんで、まあ、こちらの方を飛んでいきましょう。これね、スイッチは関係あるじゃないですか。で、ミディアムの、まあ、アイテムも関係あるじゃないですか。これ、左のアップルウォッチ、これ、荒野行動じゃ使わんよな。何に使うんだ、マジでね。ほんと、アップルウォッチなんかだって、こうやってるね、家の中でこうずっと壊してる人使わんでしょう。ポケモン GO とかやったらわかるけど、まあ、見ていきましょう。あ、まあ、こんな感じになってると。あ、これまたツイッター連携ね。オッケーオッケー、やっときます。オッケー、来ましたね。まあ、こんな感じになってるんだ。ああ、若干これ縮尺俺携帯に合ってないっていうね。市街地で爆発原因不明。これ何、これなんかいろいろしろってこと。謎のメモ、回答を入力してくださいみたいなのがありますね。 あ、これ答えを書けってこと。どういうルールかちょっといまいちわかんないんですけど、ラビリンスコード謎解きすればいいんか。かけらを獲得。あ、なるほどね。かけらを獲得してクイズ答えて正解して、シェアでも以上か、かけらを1個ゲットできる。あ、なるほどな。毎日かけらを友達に贈呈することで追加のかけらを3枚獲得と。なるほどね。
イベントページ開いてイベントに参加できると、ランダムなかけらを3枚獲得して、ああ、なるほど、それでやっていけるってわけね。プレゼントパックを1個獲得可能で、さらに豪華商品を入手できる場合がありますと。ボーナスはゲーム内のメールにて配布します。超豪華商品に関しましては、受け取り情報をご記入の上、まあ、ゲーム内に届くわけで、とりあえずこれまあクリアしろってことか。うん、わかったわかった、オッケー。まあ毎日シェアして、こちらのログインボーナスみたいなのあるじゃないですか。まあこれをゲットしつつ、まあ、下の商品の方ですね、手がかり集めて、まあなんか応募するみたいな、そんな感じが、最後のこれに関してはゲーム内でその抽選が決まりますよみたいな、そんな感じなんですね。なるほど、ラベリンス行動みたいななってますね。とりあえずこれクイズ解くやつに関しましてはまたね次回しましょうかね。これはこれで結構長くなると思うんで、調査が、はい、まあ、次回以降やって、まあ無料ガチャ要素他にもなんかいろいろありますんで、まあ、そこら辺もまとめつつやっていこうかなと、はい、いう風に思いました。とりあえずこれね結構いろいろ調査していかんといけんですね。でもこれ3日目のスタンプとさ5日目のなんかこれ多分体験でしょ、マジでいらんくねえかそんな感じです。まあまた骨の折れそうなですね、そういうイベントの方がやってきてますね。まあそちらの方も後々ですね考察していきつつ、もしもなんか抜け道とか無料ガチャ要素ありましたら、また情報の方ありましたらまとめて動画化していきますので、皆さんよかったらチャンネル登録高評価通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます、フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok ビルダムのそちらの2つやってます。ビルダムの方では全てのデスマラライブやっておりますので、デスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください、よろしくお願いします。あとですね、 YouTube コミュニティ欄とミルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方をやってますので、そちらの方も欲しいなという人はチェックしてきてください。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画出してますので、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。